ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では先生がトライで働き始めたきっかけを教えてください。はい、私がトライで働き始めたきっかけは、私は昔から友達に勉強を教えることが好きで、塾講師として働きたいと思っていました。なぜトライで働き始めたかというと、集団塾に比べて生徒と深く関われるという点が魅力的だと思い、個別教室のトライで働くことを決めました。では、先生が指導中に意識していることを教えてください。はい、私が指導中に意識していることは、生徒とコミュニケーションを取ることと、生徒の立場になって考えることです。生徒とコミュニケーションをたくさん取ることで、生徒のわからないところを聞き出すようにしています。また生徒の立場に立って考えることで、生徒のわからないところがどこかを考えるようにしています。では、先生がやりがいを感じる瞬間を教えてください。はい、私がやりがいを感じる瞬間は、生徒の成長を感じた時と、生徒が志望校に合格した時です。生徒がわからない問題が解けるようになった時など、成長を感じた時はやりがいを感じます。また志望校に合格して、先生のおかげで合格できたなどと感謝の言葉を言ってくれた時にやりがいを感じます。では、うちの教室はここがすごいというところを教えてください。うちの教室はここがすごいと思うところは、教室長や教師と生徒の仲が良いというところと、集中して演習に取り組めているというところです。授業の前や後に生徒が教室長や教師に今日あった出来事を話してくれて、和気あいあいとしています。しかし演習の時間になると、静かに集中して取り組めているところがすごいと思います。